成分サタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に1000回。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠です。6月ももう折り返しですはい、早いですね。はい、来週の木曜日21日は夏至という、夏至ですか、はい、夏に至る。そうです。はぁ、まさに夏に至る。ちょっと前にも言った番組で言ったと思うけど、春ってあったことし、まあ桜の時あったから、いやあれは春だけど、なんか妙に暑い日続いて、うん、なんか一気に梅雨っていう感じがあります、あります、まあ、梅雨イコールもう夏が近いんだなと思うけど、はい、来週夏至ですか。そうなんです。ですから少しずつ日の出の時間もね、うん、遅くなっていくということになるんですが、なるほどね、はい、はい、そんな中、はい、アコさんは現在デビュー50周年記念ツアー真っ最中 で、はい、昨日新潟県民会館大ホールでした。はい、お世話になりました。ありがとうございました。実はこの会場に関してアコさんは今年3月にも行かれておりました。そうなんですよ、行くまで知らなかったんですけど。忘れてましたよね。忘れてました。そうなんです、はい、まあアコさんがお兄ちゃんと慕う加山雄三さんの生誕80周年記念ツアーの新潟公演で。そうなんです、サプライズでね。そうなんです、そうなんです。それをね、お兄ちゃん本人も使わないのに、私がセリでオープニングで、あの僕の行くところに誰のタイトルなんだろう、青い星屑、青い星屑、違うな、違うな、夜空の星屑です。何とも言いますね。夜空の星でどう考えたんですか。いや、それを延々加山のお兄ちゃんの加山バンドが鳴らすわけですよ。タラランタンタンタラランタ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 ラララン。それは延々やるから、お客様加山雄三さんが出てくると思うじゃない、はいはい、それをさ、センターのステージのど真ん中から私がウィーンって上がってきて、ギター持って弾けないのに、で僕のもうお客様わーじゃない、うわーっていう感じもうサプライズ大成功、大成功。それでまあその時はまあみんなそうやってサプライズで出るっつってるけど、お兄ちゃん本当に喜んでくれて、はい、お客様もすごいノリが良かったんですよ、いやでそういうことがあったんで、あ来たんだっていうのがついてから、そういうことなんですね、はい、だからもういい思い出の、いい思い出新潟公演が無事に終わりました。はい、お任せ終わってからもすぐ新幹線乗ったわけですからね。そうそうそう、それはね、お客様もあれさっきテレビ見てたのにとかね、そういうのあるよね。ちょっと嬉しいかもしれません、うん、今度さ、もうあれだけど、あのショーが後で来るじゃない、はい、あのポジションショーが、はい、ショーのフェスも石田パパ君、うん、いつも日曜日だったんだけど、日曜日あっこにお任せって言って、あの歌う歌うって、なんか喉の仕組みが喉がよく分かんない時あるの、はい、で、あの今回は土曜日にしちゃった。このラジオ終わってからだと千葉までちょうどいいから、そうそのテンション、そうでしょうね。あ、このラジオはじゃちょっとフェスのテンションに近いんですね。いやー、全然やっぱりラジオ、はい、テレビ、歌、全部声の出し方違うから、違いますからね、出てるとこは気管としては喉のね、はい、声帯一緒だけど、意識も違うし、そうですね、うん、テンションも違うし、はい、だってラジオで、おいみんなとかって言うともびっくりするでしょ。確かにそうですね、乗ろうぜ、そんなの飲んねんそうでしょ、ラジオのアッコさん、ラジオのアッコさんですからね。そう、でテレビもなんていうの、テレビだとよりなんか、うん、オフィシャル感が増しますからね、うんうん、でもやっぱり画面だから向こうから拍手が来るとかないじゃない、はい、まあまあ一応スタジオに100人ぐらいいるけど、アッコに任せる。でライブになると私のファンじゃない人もいて、何万人ってなるわけだから、そうそう、そういう意味では、うん、フェスのお客さんが見るアッコさんも違うし、うん、ましてフェスに呼んだ側のショウさんから見たアッコさん、うん、これも違うと思いますよ。聞いてみたいね、ちょっと聞きましょう、そういう話も、はい、今日は騎士団団長、ね、綾野浩二翔さんをゲストにお迎えしてお送りします、はい、で今日はメールとファックスの受付がございません、はい、クイズはダオネもお休みさせていただきますので、はい、ご了承ください、はい、それでは団長をお呼びする前に1曲お送りしましょう、はい、アッコさんの洋楽カバーアルバム和田ソウルカバーズアワードソングスコレクションに収録されているマーク・ロンソン&ブルーノ・マーズのこの曲が7インチシングル版で8月1日にリリースされますよ。それではお届けします、はい、和田アキ子アップダウンファンク。